怒ることあるんですか？基本的にはないけど、なんか最近ムカつくことはあって、このマンションの下の階の住人が、もう夜中にめちゃくちゃ騒いでて、しかもそれ結構前からで、一応、その管理会社にも言ったんですよ。でも、全然改善されなくて、どうしてやろうかなと思ってて今。クレームを直接言いに行くのはありなのか問題。下の階に住んでる人は、もう学生なんかな、週末に騒いでるんですよ。複数いる時にもピンポン押して、うるさいですよって言いに行くのか、それともポストに手紙を作って入れとくのか。なんか何が一番効くんやろな。で、撮影の前日とかにそれをされるともうめちゃくちゃムカついてくる。もう何回部屋に行ってやろうかと思ったことか。これってやっぱマンションではあるあるのかな。もう黙って引っ越しするのがいいのか。もう一回、管理会社に問い合わせするのがいいのか。手紙を入れるのがいいのか。直接言いに行くのか。4択で迷ってますね。これ皆さんならどうしますか？